はい、どうかスペースモンキーズ TV へようこそ。さあ今日はですね、もう気合い入ってますよ。タイトルとサムネイルを見ていただくと分かる通りにですね、私ね、もう今月10月30日にアメリカにバス釣り遠征に行きたいと思います。初めてのアメリカなんで、もう気合い入りまくりなんですが、さらにね、気合いの入るところでですね、なんとね、アメリカに行ってからね、調校できる日がたった1日、4泊するのかな、4泊6日になるんだな、日付変更線またくんで、の旅でですね、1日しか取れなかったんですよ、釣りの日が。だからこそアメリカの錦鯉を飾る1本を取りたいっていうところでね、めちゃくちゃ気合い入ってます。この今日の荷物の差見てください。さらにね、まあタイトルでもあるようにですね、こちら、新しいね、ボックスとガチで1本取ってくルアーをもうね、今日選別しようということでね、今日動画にしようと思います。まずはね、もう見せちゃう、このボックス、バーサスの3055、こちらですね。このですね、ボックスを買いました。いろんなボックスのサイズを見て、まあ荷物をね、持っていける、数、重量がかなり制限されるってことが分かったんで、まあいつものようなね、ボート調校でガサッと可能性のある道具を全部持っていくわけにはいかないということで、ワンタックルに絞ります。プラスこちらのボックスに入るだけのルアーアイテム、釣り具というところで絞りたいと思います。ってことでですね、今日は本当に一本取りたい、自分が慣れ親しんだルアー、そして超過の高いルアー、リグアイテム、そちらの方を選別していこうかなという動画になります。2回言ったかな。ということで行ってみましょう。レッツゴー。さあ、このボックスに入るアメリカに持っていく道具を新しく買い足し、そしてあるものを出したら、机の上がこんなになってしまいました。持ってくロットはこちら、シバのスコーピオン。こちらなんですけど、これね、G ガイの水さんがね、アメリカの夢をね、お願いしますということで託されました。こちらを持っていきます。折りたたみのパックロットで、リールはこちら、自分が慣れ親しんだリールダイバー ATW スティーズ ATW、これにします。これかなり剛性が高くてタフなんで、まず壊れる心配がないっていうことが選んだ理由、それと慣れてる、めちゃくちゃ使ってたんで、で16ポンド限定ということで、まあラインも16ポンド、フローの16ポンド、 C がある18ポンド、16ポンドでビッグベイトもやりたいし、ボトムの釣りもしたいし、いろんなことができるっていうことでこれにしました。でこちら、このね、いいサイズがちょうどあったんです。バーサスのタックルボックスですね、 VS3055 っていうやつです。これにありったけの夢を詰め込みたいと思います。でね、ワームとかはパッケージがこういう風にされてるものがあって、まあ型崩れとか、色移りとかが、ないように、こういうパッケージに入ってるんですけど、とにかくこれに一回入れちゃう、全部バラして入れちゃう、で針もこれに入れちゃう、重りもこれに入れちゃう、でハードベイトも入れちゃうっていう形で詰め込むだけ詰めます。でも型崩れとか、あと色移りとかはちょっと、まあまあ短期間なんで、そんなにね照明には現れないと思いますんで、まあそういった色移りや型崩れを、まあ考えないようにして、これに入れるだけ入れ込むっていう形にしますね。さあ、まずはね、ワーム関係からいきましょう。はい、まず購入してきたのはこちら、バイクシャット 4.8 インチ。向こうはね、シャット系のベイトが多いってことなので、マジックシャット系の色を中心に選びました。こんな感じですね。で、ブルーギルのいるところもあるよということで、まあ、あそこだとサンフィッシュになるのかな。まあ、そういった形で、もともと持ってたこれ、ブルフラー 3.8 インチ。餌持ってきます。ガチで釣ります。餌ですね、これ。で、従来持ってたやつで、もうこれはね、もうね、レイ様の杉さん、一緒にアメリカ行こうぜってことで、これですよ、メガミキ。丸伸びじゃないのって思うんですけど、メガミキ行きます。ロングワームですね。ストレート系のワームでは、このメガミキを持っていこうと思います。で、こちら、出しますね。ドライブクローラーを選んだ理由は、もういろんなね、クロー系のワーム自分好きなんですけど、やっぱり汎用的にどこでもマッチできるっていうことで、昔から使っているっていうことと、やっぱりその行ったことのない環境で
ソレス・グリーに、そして超過を上げられるリーグっつったらやっぱテキサスリーグしか考えられなくて、僕の頭の中では。やっぱりテキサスリーグでカバーの中にも打ち込む、オープンウォーターにも入れる、流れの中にも入れる、グラスの中にも入れる、ブッシュの中にも入れる、いろんな用語が飛び交って悩んねんと思いますけど、とにかく障害物の中にボンボン入れていきたいんだったらテキサスリーグで、しっかりパンチの効いた動き。で、しかもフィネスにも誘えるって言ったら、まあいろんなリーグにも対応できるっていうことで、これ。ドライブクローラー4インチを選びました。で、もう一個。バギークロー。これはなんでレイドのバギークローを選んだのかというと、もういろんなことも考えたんですけど、いろんなバックスライドアーム、フリーホールで落としていく。まあちょっと、カタカナばっかりで本当にすいません。まあ要するに、ポチョって言って自然に落としていく。バックスライド、より奥にも、進行させるようなセッティングで、やっぱりよく飛ぶし、そして、なんせこのバギークロー、もうムッチムッチしてるじゃないですか。だからね、丈夫っていうことを考慮して、このバギークローにしました。これまた丈夫でね、よう飛ぶし、そして超過も上がってる。で、バックスライドセッティングにして、バコーン遠くにも送り込める。ということで、バギークローにしました。そして次はこれ、ジグと各種消耗品のフックとシンカーなど、そして糸、これを用意しました。こちらはですね、まずジグから見ていきましょう。ジグは何を選んだかと言いますと、ジグは4種類持っていきます。まずは一世の AK ジグ、ダイワのカバージグ SS で、 OSP の01ジグで、最後はレイサムのグリムスイマーって感じですね。消耗品の針はハヤブサ T 並木印の30フック、40フック、50フック、60ジャッカルのタングステンカスタムシンカー、これが 7g と 5g ですね。もう一つがスライドウェイト、こちらですね、 5g、 これを2パックで、ハヤブサのスクリューロックフックのヘビーウェイト 5.2g の60を1つと 3.5g の60を2つ、これですね。はい、次はハードウェイト。これはね、マジで迷いますな。まずはこれ、ジョイクロのワンキャスブルー、内中を連れてきます。で、次が、回転128。で、次が、オスリックス、アップルロッテンカラー。で、最近手に入れた LG クローラージュニアに、もう一個ジョイクロで、こちら、クロスオーバーカラーを持っていこうと思います。このために開けなかったんだよ。取っておいたんだよね。さあ、続いてのハードベイトは、ミノークランク、スピナーベイトなどなど。クランクだな。クランクは何行くかな。よし、決まりました。まずはクランクから、ペーフォード18、ザリガニカラー。続いて、島のバンタムから、マクベス、リオレウス。これもザリガニカラーと言えてもいいでしょうね。そして次、レッドジャパン、レベルクランク、ミッド。これもザリガニカラー。そして、エバーグリーン、ワイルドハンチ。チャートカラーですね。そしてこれが OSP のブリッツ。なんとこれ特別なブリッツなんです。川村幸太郎さん、サイン入ってまーす。これね、何年か前のね、福袋で買ったやつっすよ。これがクランク。これ持ってきます。で、次がバイブレーション。でっかい TN と、でっかいレベルバイブですね。ジャッカルでっかい TN と、レイドジャパンのでっかいレベルバイブ。で、次がスピナーベイト。キャスティングの海外フィッシングに行ってる店員さんが絶対持ってきと言っていたのは、スピナーベイト、キラーズベイト、オーバー、ガンクラフトね。で、次が、ボトムアップのビーブル、小さいサイズ。で、もう一個、ガンクラフトのキラーズベイトの普通のやつ。この三つ持ってきます。で、そのね、キャスティングの店員さんが、そう、僕の行くとこね、カリフォルニアのキャシータスっていうとこなんですよ。そこ俺行ったことあるっつって、絶対的に一番最初に投げて最後も使ったのがスピナーベイト。あと、各種クランク。で、もう一個が、ロングビューミノー。これは絶対持ってけって言われた。いろんなミノーで、シャロークランクとかでも反応がなくて、スピナーベイトのスピードじゃダメだったら、ゆっくりロングビューミノーを巻くと、来るよ。って言ってました。そういったアドバイスをいただいたので、これ、LB ローラー。エバーグリーン LB ローラー。これ結構カスミの春でも使ってました。で、これがもう一個違う色違いの LB ローラー。で、ガンクラフトのレスト。これもロングビルですからね。これ。で、あとは、もうね、ジャークベイトっつったらこれでしょ。ワンテン LBO。これを持ってきます。で、もう一個のパターンで、めちゃくちゃハマる瞬間があるから絶対持ってった方がいいって言われたのがトップルは。一つが、ペンシル。ジークローと、あとはこれ持っていこうと思います。スクラッチ。広範囲に巻いてもいいし、ポッパーのようにも使えるしってことで、スクラッチ持ってきます。で、最後は、
こちらジョインテッドグロ128、まあ、本モロコと、あとは折りからを持ってかないと。はい、詰めるだけ詰めてみましたが、こちらの馬力シャットに関しては、型崩れをやっぱり考えて、出発当日まではこのままで、出発当日になったらバラして一つのパックに詰めますって感じかな。もうちょっとやっぱりこれじゃ入りきれないところがあるんで、違うバックでね運ぶんでね、まあだいたい2つぐらいになっちゃうんですね。はい、とりあえずのパッキングができました。今25日この動画作ってまして、あと5日30日にはもうスタートします、出発することになっています。とりあえずこれに詰め込んで、まああとまあね、そのレイクに行くまでは多分一つのバッグで背負い込んでいくので、まあちょっと荷物増えるかなってぐらいですね。まあうまくできたんじゃないかなと思います。ということで、夢をいっぱい詰め込んだアメリカ行きのタックルボックスを今回は動画にまとめてみました。あと5日あります。関係者各位の方、何か協賛ヒントありましたら LINE 待ってますので、ぜひともよろしくお願いします。ということで以上、スペースモンキーズ TV でした。バイバイ。